はい、今日はこちらを使いたいと思います。ボタニックヒール、こちらの韓国のオリーブヤングの、オリジナル商品になります。こちらがですね、ビタミン、メラズマ、ブライトニング、マスク&パッチってことで、こっちがですね、ステップ1、こっちがステップ2っていう風になっています。で、マスクの方が、ビタミン B3、ナイアシンアミドが、配合されていて、透明感がアップしますよっていうシートパックになっています。で、ステップ2のこちらがね、ちょっと珍しいんですけども、ホイールパッチってなっていて、このシートの上ですね、目元だけこれがあるみたいなんですけども、で、このパッチにさらにですね、ビフィズス菌培養介質の液体と、トラニキサム酸が配合されているということで、さらにシミケアができますよっていう風な2ステップのマスクになっています。はい、では開けてみたいと思います。まずこっちからですね。あ、かなりエッセンスがたっぷり入ってます。で、かなり薄いですね。薄くって、肌の密着度は良さそうなタイプのシートパックになっています。はい、こちらですね。はい、ではステップ2のホイールパッチっていうの、どんなんなんでしょう。ホイールパッチ。なんか、こんな感じ。これを、ああ、なるほど。本当にホイールみたいですね。で、これを目元にだけつけるそうです。はい、こんな感じでつけてみました。ステップ1のシートマスクはかなり薄くって密着度は高いですね。ほら、こんな感じ。密着度は高いです。エッセンスひたひたでいい感じです。で、このステップ2が面白いですね。ホイールパッチってやつで、これ自体にもトラニキサム酸と、ビフィズス菌培養液が染み込んでるということで、ビタミンとさらにトラニキサム酸で、この辺のシミとかそばかすとかにケアができるよっていう風な、私今までこういうタイプはあんまり使ったことがなかったですね。面白いこの2ステップのマスクになっています。今回はこちらです。バノバギっていうメーカーの、ビタジェニックジェリーマスクホワイトニングですね。で、ブライトニングトーンアップってことで、肌、くすみなくすよ、肌トーンアップしますよってことですね。で、こちらがですね、なんかここにいろいろ書かれてたんですけども、ビタミン A、B1、B2、B3、B5、B7、B9 日本語と英語読みが混合してますけども、で、ビタミン C と E が入った、ビタミンコンプレックスのエッセンスになっているそうです。はい、もうビタミン大好きなので早速開けてみたいと思います。
のシートマスクでとってもいい感じです。ここ赤くなってるね。はい、これで20分パックしたいと思います。はい、今日はこちらです。レジュランの、リファイン3ステップマスクということで、こっちが1、2、3となっていて、ステップ1がですね、ピーリングパッドになっています。これで、AHA、BHA が入った、角質ケアのピーリングパッドですね。で、こちらがステップ1で、ステップ2がこっちの、シートマスクですね。で、こんな感じでフェイスと首元、二重顎かなの、こういうタイプになっています。このブランドの独自成分だと思うんですけど、この CPDRN っていう成分が入っていて、ターンオーバーを促して、張りと弾力をアップさせますっていう成分が入っているそうです。で、最後の3ステップの3つ目がこちらで、栄養クリームですね。はい、じゃあまずこちらのピーリングパッド開けてみたいと思います。はい、まあ、こんな感じ、普通の拭き取りパッドですね。はい、これをやって、フィット感が良くないですね。サイズ感もちょっと良くないし、あとね、これがね、これフェイスラインですよね。だとしたらあんまりこうグイッとこう引き上げるようなこの強さがまずないんですよ。だからちょっと中途半端かなって思います。首用じゃないですよね、これ。なんか V ラインここのフェイスラインをグググってこう引き上げるタイプのシートマスクもありますけども、それに比べたら全然そういうこう引き上げのパワーが弱いし、なんかこれあんま意味ないんじゃないかなっていう感じがします。ちょっとなんか値段の割にはどうなのかなって感じですね。シートマスクもなんかありなんつのありきたりな感じ、可もなく不可もなくっていう感じがします。はい、そんな感じです。20分パックしたいと思います。はい、今日はこちらです。バノバギのビタジェニックジェリーマスクリフティングってことで、この同じ種類を黄色いビタミン C のと赤いこのリフティングの2種類買ったんですけども、こちらはですねビタミン A ってなってますね。ビタミン A ってまあレチノールなんですけども、へえ、なんか珍しいと思って、アンチリンクルホワイトニングってことで、シワとかシワ改善と、ホワイトニングの効果がありますよってなってますね。で、こっち、黄色いのと大体似てるんですけども、ビタミン A、B1、B2、B3、B5、B7、B9、ビタミン C と E が、まあ、ビタミン総合的に入ってますよってことですね。はい、では、これ結構シート自体が密着度が高くて良かったので、今回も期待大です。こんな感じね。はい。そう。このタイプはね、かなり密着度が高いですね。どうしよう。エッセンスも。
20分パックしたいと思います。はい、最後がこちらです。ロブスの洗い流すタイプのパックになります。ここにね、最高ですって書いてあるんですよ。翻訳したらちょっとね、なんて読むかわかんないんですけど、でシルキースキンってなってて、成分がね何なのかね、ちょっとよくわかんないんですけども、なんか栄養を与えますって書いてありました。さて、どんな感じなんでしょうか。こういうの私好きなんですよね。洗い流すタイプだし、個別になってるやつ、はい、こんな感じ。